になろうと思っている曲は、明石の方にですね、東宇佐美という場所があるんですけど、そちらになんかドライブ行くときに作った曲なんですけど、なんとこの曲がですね、AKB48 の君はメロディーという歌が2年前にあったんですけど、紅白でも歌われてた曲なんですけど、ね、その曲を作りました、作曲しました、成瀬秀樹さんという明石出身の人なんですけど、ね、その成瀬さんに、アレンジを去年からしていただいて、この曲を今年夏にリリースする予定なんですけれども、なんか Facebook とかでですね、事前に重大発表しますっていうことを言ってたんですけど、僕たちですね、この夏、7月の20日になるんですけれども、20日金曜日、50代以上の方は多分よく知っていらっしゃると思うんですけども、日本の音楽界の、ポップス界のレジェンドと言われているんですね、伊藤銀次さん。伊藤銀次さんというのは、お昼やセミはウキウキウォッチって作った人ですね。伊藤銀次さんを大師匠、そして、僕らの東二人の曲をアレンジしてくれた成瀬さん、大師匠と師匠という現在の、トリプルでライブをすることになりましたですね。ぜひ7月20日金曜日なんですけども、場所は神戸の、ハーバーランドのモズライトカフェというところで、やります。もう非常に、偉大な人とやるので緊張してるんですけど、去年に続いて2回目なんですけれども、そちらにライブやりますので、よろしかったらなんか SNS 等で見ていただけたらなと思います。次の曲ですね、はい、この東二見で抱きしめるという歌を聴いてください。
大好きな君と二人で分け合えるこの夏のシャツに着替える前にもっと僕のそばにおいで愛しく二人で君を抱きしめありがとうございます。東さん。